こんにちは、中村えなです。イメタウン光の森のお得な情報満載でお送りする光の森ドリームナビ、今回は美味しいパイのご紹介です。テーマは新作パイ特集。イメタウン光の森で美味しいパイがいただけるお店、一体どちらでしょう。それでは光の森ドリームナビスタートです。ドリームナビ本館2階南館連絡通路横のスタディオクリップティー&ベイクにやってきました。スタディオクリップのショップインカフェとして美味しいパイや紅茶が楽しめるスタディオクリップティー&ベイク、のんびりゆっくりとした時間が過ごせるイメタウン光の森の人気スポットです。今回お店の紹介をしてくれるのはスタディオクリップティー&ベイクスタッフの古田里奈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お店の前を通るたびにいい匂いがして気になっていました。こちらはどんなお店なんですか？はい、スタディオクリップティー&ベイクは九州では光の森店だけのカフェ併設店で、パイやスイーツを落ち着いた空間でゆっくり楽しめるお店です。当店自慢のパイはお店で一から手作りしております。ぜひ焼きたてをお楽しみください。今回のテーマは新作パイ特集なんです。焼きたてのパイとっても楽しみです。古田さん、早速ご紹介をお願いします。はい、今回は甘いパスイートパイを2種類とソルティパイを2種類ご用意いたしました。ダブルマンゴーナッツは果肉入りのマンゴークリームに、さらに大きなマンゴーチャンクを乗せました。ナッツの食感と一緒に楽しんでください。ブルーベリーチーズケーキはチーズクリームにたっぷりのブルーベリーを乗せて焼き上げました。仕上げに爽やかなレモンの香りを添えているのがポイントです。どちらも甘くて美味しそうですね。ソルティーパイからは夏野菜のシュリンプカレーです。スパイス香るカレーに彩り鮮やかな夏野菜とプリプリのエビを合わせました。そしてたっぷりソーセージのジャーマンポテト、ジューシーなソーセージとホクホクのジャガイモに隠し味のクリームチーズがアクセントになっています。古田さん、ちょっと試食させてもらってもいいですか？はい、試食してみてください。それではスイーツパイのダブルマンゴーナッツをいただきます。マンゴーが甘くて美味しいです。ジューシーなマンゴーとカリカリっとしたナッツの食感が楽しい一品です。そしてお次はソルティーパイから夏野菜のシュリンプカレーをいただきます。すごい、エビがプリプリですよ。スパイシーなカレーと、そしてゴロゴロと夏野菜が入っているので食べ応えのあるパイです。古田さん、どれも美味しかったです。テイクアウトもできますので、スタジオクリップティー&ベイクの焼きたてパイをぜひお楽しみください。スイートパイのダブルマンゴーナッツ、ブルーベリーチーズケーキ、ソルティーパイの夏野菜のシュリンプカレー、たっぷりソーセージのジャーマンポテトは本館2階スタディオクリップティー&ベイクでお楽しみいただけます。ここでスタディオクリップティー&ベイクからドリーム情報。光の森ドリームナビ限定のお買い得情報やおすすめ情報をお届けするコーナーです。それでは古田さん、お願いします。はい、スタジオクリップティー&ベイクで14時からのお得なスイートパイのティータイムセットをご用意しております。ブルーベリー、アップル、マンゴーの3種類から1つ選んでいただき、ソフトクリームとドリンク、ハーフパイのセットを税込み550円でご提供いたします。ソフトクリームにドリンクもついて、このお値段はとってもお得ですよね。14時からのティータイムセットで安らぎのひとときを過ごしましょう。今回は新作パイ特集をテーマに、本館2階スタディオクリップティー&ベイクよりご紹介しました。スタジオクリップでお買い物をした後はぜひスタジオクリップティー&ベイク
クでおくつろぎください。古田さん、ありがとうございました。次回も光の森ドリームナビを楽しみに。